まさかこんな展開になるとは。まあ、とはいえ、本当臨時で来たんでね。まあまあまあ、じっくりま、何やかんやで回れた方ですもんね。パッとで始めた割には。よし。まあ、なので。まあ、あとはゆっくりと、戻ってこうかなと。エレベーターあるんだ、奥に。はいはい、ちゃんとありますね。バリアフリーでしたね。失礼しました。よいしょ。そうだよな。これだけターミナル駅だもんな。ここにあるね。あっちが21分、こっちが27分ってなったけど、単純にここで折り返しはする。折り返しは行き違いするんでしょうね。綺麗にこう、27分、27分、27分で、記憶側に行くやつですね。最後だけ日の行きなんか飛んだ。いや、行き先ですが、23時7分、日のは、どうにもならんな。土屋もサービスエリア。ああ。土屋も近いですからね。もう帰り土屋もインターに乗って、ちょっと土屋のところで食うのもありですけどね。よし。よしですよ。ちなみに、八日市と四日市、逃げた。なんで四日違いのね、やつがこんなところにあるかって。一応言われはあるんですよね。近江商人、偽商人、なんかちょっと忘れたけど、昔は要は一応、一日一回、こう、行商の人がこう、回って開催するようなやつをやっていたと。で、お伊勢さんから始まってかな。うん、で、では3日目にやっとったのが3日市って鈴鹿市にあるところで、その次の日に四日市、伊勢のやつだった。で、そこからこう、いろいろ巡って、過去の8日にその行商の人たちが、八風街道とかの山を越えてやってきて、こっちで一応雇ったから4日遅れて八日市だったようなね、話をね、今作ってみたけどどうかな、合ってるかな。よし。なんかそんなような感じしませんね、こういう地名のやつは。だって五日市と四日市のところもそうですよね。なんかその、広島のところとかも。なんかそんなような感じありますよね。お。特にすることもないから、そんな嘘か本当かわからない話をでっち上げてみたけど、そんなことばっかり言ってるからあれなんですよね。あれですよ、ちゃんと、あれですよ、こういうのをね、切り抜きするときはね、ちゃんと入れとかないといけませんからね、そういうところまでね。うん、今のところだけはね、ピッてやったらね、あの人遅く行っとるみたいな感じになるかもしれませんからね。反対でもこういうのが行っとったら当たるときありますからね。これは何だったっけ？ジャーマンポテトは、ジャーマン、ゲルマンで、ドイツ発祥とどうのこうのみたいなこと言っとったら意外とそうだったりとか、ハンバーグはあれ、綴りを見たらハンブルクだろ。だからハンブルグでもともと使われとった、保存品としてなんかミンチ状にしたね、肉をみたいな話を。適当にしとったら案外とそれが立っとったりすることもありますからね。さあ、なんて言っとったら前まで、本当はね、これ乗るよとかって言っとったけど、すいません、雨には勝てなかったです。ちょっとパラパラぐらいだったらね、まだしもね、真っ赤だったんでね。さあ、おお、来た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 。昨日よりは前まで到着です。お客さん多いですね、本当に。このありがとうございました。了解です。温泉はございません。お待ちください。行き違いは大宮島方面、向かい側、3番乗り場、こちらです。カーブの森でやるのかな。そうだね。出る時間だもん。でもない。21本走ってなったっけ。いや。そうね。
ちなみに、そこしときますけど、言っとった雨予報はこんな感じですんでね。一応出しておこう。ただ言うほどね。この駅であれなんだ。乗務員交代とかもやるんだね。そういうことな。小学生のお子さんが多いですね。あとそう、オウム鉄道あれですね。基本ちゃんと冷房を効いてるんで、電車の中が。ありがたい。この前、真夏の三岐鉄道で大変でしたからね。三岐線は良かったけど、北西線の方がね、もう、バカベランボーに非冷房車暑かったですからね。そう、電車の中がね、クーラー効いてるし、雨風もしのげるんで。あのね、案外、お子さん連れでね、こう出かけるのに、まあもちろんその、公共の場なんでね、そこのところとか、まあそういうね、学びの場にもなりますし。あと意外とね、パパママ感覚になってくると、もううちらの年になってくると、電車って結局、移動中自分が運転しないでいいんで、楽なんですよね。結局、車だからね、毎回だったらね、あれだと思うけど、結局毎回でも結局後ろの席でね、子供がわじゃんってやったら、何やっとんのとかっていうのはしながらね、そっちに気を使いながらも運転しないといけないので、まあまあ疲れますからね。そう私は普段そういうね、あれがないですけど、たまにやるとめちゃくちゃ疲れますからね、やっぱ奥さんが後ろに乗っとると、ちっちゃい車に乗ってるとね、あれね、案外この電車を使って、これもね、電車に乗ったらそれ楽しみますからね、いい機会になるんじゃないかなと。でもこの、言っとったら、まだまだ先なのか。そうか。14分だけど。まだ12分あるもんな。一回カメラ止めるか。なんとか日野駅まで天気持ってくれなんかな。大丈夫かな。大垣も駅出てきましたけどね。山田さんの願い虚しく雨は当たってきましたね。だよね。しかも雲のある方面に向かってくもんな。これダメだな。ダメっぽいな。さすがに降られるかな。まあでも、雲の気配を察知してね。これ高田社行ってたら、多分終わってましたね。危なかった。動くの？あ、そうか、大海八幡のやつが、そうや、さっきも新横浜駅で行き違いしてましたもんね。同じような感じで、あそこで行き違いして、ね、列車をずっとここに長い間止めといて、また折り返してっていう感じなんでしょうね。どっかにあったような、そんな運用。どこだったっけ？一駅先のところで、折り返しさせて、端っこではないけど、内海か。名鉄の内海とかもこんな感じでしたよね。単線、複線をうまく使って。内海方面行くやつだったっけ？知多新線とかあっちの方でありましたよね。さあ、で、来る列車は、どこあれかな？さっきの。あ、そうですね。わ、降ってきた。何でしたっけ。これ、鉄道娘のキャラクターのあれですよね。ゆっくり入ってきますね。
傘差し始めましたね。いや、雨降ってきたね、だいぶ。ああ、ああ。ノーカルだな、ここだけ見ると。ああ。何だったっけ。鉄道無線は基本このフルラッピングでやってくるんで、なかなか見た目が。そうですね。あ、そういう人と、あかねちゃんですね。もともと豊里自体がその軽音でね、の聖地であれしとったところなんで、なんか今更もうキャラを使ってきても、他の地方駅と比べると自然な感じがするのは不思議なあれですけど。いや、じめっとしてきたなと思ったら、いや、降ってきたなぁ、これ。いや、だいぶ降ってきたなぁ。あ、でもそっか、いいんだ。日野駅、ショートカットできるところありましたもんね。そうそうそう、行きに確認しといてよかった。なんかビールで有名だったっけ？ありがとうございました。了解です。なかなかあの、お忘れ物ございませんようにお聞きください。なかなかもう一回ビールをサーバー乗り場忘東れ京物っ臨て珍車、しい。折り返し、大宮駅前です。なんか朝日ビールの工場があるとかなんかあったっけ？なんかあるのかもしれませんね。意外と国道8号線沿いで栄えてるあれですからね。旧小学校、慶応の聖地になって、あそことかはちょっと一本入ったところ、旧市街地の方になってるんであれですけど。違う、8号線じゃなくて、あそこは1号線か。そうだよね、米原からこっち側から1号線か。1号線沿いですもんね。国一だ、あっちは。8号線はあれですもんね。米原から先の北陸方面ですね。そうそう、北陸の8番ラーメンですからね。だから。さすが。わあ、降ってきた。なんてこった。このキャラクターでもあれですね。で、撮ったらもうそろそろかな。入ってくるかな。あ、でもなんやかんやですが、アクセス時間は、接続時間もそんなに悪くないですね。さっきもあっちで乗ったときに、意外と危うく乗り過ごすところでしたもんね、青梅八幡も。あそこで飯食おうかなと思ったんですけどね。あ、どうせやったら。まだ青梅八幡四日市の方のか。その市としては米原も全然でかいんですけどね。いかんせん郊外の国道8号線のバイパスとか、一号線とか、あっちの方、かなり郊外と離れてるんですよね。だから、車だったらね、いくらでも食べるとかあるんですけど、やっぱこの駅前ってなるとなかなか一気に難易度上がるなーっていう。彦根も駅前はいろいろありますからね。今もあるのかな？カラオケ屋さん。うちが辞める直前ぐらいにできたとかでしたもんね。あ、さすがに、滋賀だったんで、応援とかには行ってないんで、私もちゃんとした店舗知らないですけど。一回ちらっと前を通ったことありますね。もう駅前のとこですけどね。乗り場、ディズニーランドの気分が到着です。電車が参ります。こちらでお願いします。
おっと思って構えたけど、そうや。砂行きましたね。よいしょ。さあ、とりあえず。まあ、こんな感じで朝からね、行けば全然回れる距離ではあるよというところだけど、まあいいや、総括は日の駅でやろう。あ、でもちょっとやんだ？どうかな？降りるときだけうまいこといけんかな。買わない。よし。